波201型潜水艦は、大日本帝国海軍の沿岸型小型潜水艦の環球、仙高小型とも呼ばれた。E201 型潜水艦と同様に連合国のアストワット能力向上に伴う日本潜水艦の被害拡大に対処するため、水中高速性能を重視していた方である。1938年に建造され1941年まで、 試験された水中高速実験潜水艦第71号艦や公表的などの開発経験をもとに1944年のマル計画により建造された小型水中高速潜水艦。太平洋戦争末期、日本本土決戦が近づきつつある状況となり、水中高速性能のある海流や航量など、公表的小型潜水艇が開発。 量産されていたが、日本本土沿海海域において、これらは排水量や船体が小さく公用性や行動性能では不足していた。そのため潜水艇よりも公用性や行動性能が高く、また資源の逼迫した状況下において、大型の潜水艦より資源も節減可能な大きさで、かつ量産が効く小型な水中高速潜水艦が求められた。 当初、波201型潜水艦は750トンアンや500トンアンも計画されたが、排水量は前日の量産性や資源的理由から要求を満たす範囲で切り詰められ、最終的には320トンとなった。E201 型潜水艦と同様に、潜航時の船体抵抗を抑えた設計、ドイツより技術導入した高潮緑、高長力鋼ストリート52による、 全溶接船体構造、ブロック建造方式を取り入れていた。竣工はすべて1945年に行われた。本土決戦に備えて保全されたため、太平洋戦争では実戦に投入されることはなかった。終戦時に完成艦は全部で10隻で、未完成の艦が29隻あった。計画ではあと40隻建造される予定であった。 イ2 0 1型潜水艦と同様に、水中高速航走性能の追求のため、極力の抵抗低減がなされた。船体や環境は流線化設計され、偽装なども徹底した簡素化が図られた。水中速力、水中航速性能も重視されたが、イ2 0 1型潜水艦と異なるのは、水中運動性能や、水中操縦性能にも、より重点が置かれた点である。 そのため海流と同様に、船体中央部、環境直下付近の左右に船打が配置された。操縦性能は非常に軽快であったとされ、急速潜航時間は15秒以内であった。主機は波101型潜水艦に採用されていた、中速400型ディーゼル1機、電動機は E201 型潜水艦と同じ特、E 型電動機1機による一軸推進であった。重とは、 第71号艦や後の類的型潜水艦と同様に推進機の前方に十字型に配置していた。初期建て造艦4隻は、第33潜水隊に、波205は、第6艦隊第11潜水船隊にそれぞれ編入され訓練に十字。うち、第33潜水隊所属の波201、波202、第11潜水船隊の波205の3隻は、 第52潜水隊を編成し、横須賀鎮守府に配備された。以降の巡航艦は、すべて、第52潜水隊に編入された。建造が、対戦末期と遅かったため、実戦投入はされなかった。クレ・ジュ府クレ潜水戦隊第33、潜水隊に編入されていた波201、波202と、第6艦隊第11潜水戦隊で訓練中の、 波205の三隻で編成。本土決戦に備えて訓練中に終戦を迎え、昭和20年9月2日に除籍された。水上11.8キロトン、水中13.9キロトンの記述もある。水中航続力は2キロトンで100回りの記述もある。月間、丸1998年2月号別冊付録、日本の潜水艦浸水した記録が残されていない。 ABCDEFGHIJ が付けられた缶はいずれも予定鑑名であり命名された事実は残されていない。ありがとうございます。